にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、斉藤ひとりさんのね話なんですけど、はい、斉藤ひとりさんってね、なんかね、好きな数字があるそうでして、その数字がね、何かなんかね、斉藤ひとりさんのファンならみんな知ってる、そんなね話だそうなんですが、自分はね知らなかったんですが、なんとね、斉藤ひとりさん4と9の数字が好きっていうことなんですよね。大切にしているっていうことなんですが、4と9っていうと、日本人の方ですと、4と9っていうと、4はね死を連想したり、9っていうのはね苦労を連想するっていうことで、あんまりねこう好きな人っていないんじゃないかななんて思ったんですけど、そのね理由がまた面白かったのでね、ちょっとね、なぜね斉藤ひとりさんが4と9を大切にしてるかっていう、そんな話をします。なんかね、寝てたらね夢にね4と9が出てきたそうなんですよね。どんな形で出てきたのかちょっとわかんないんですけど、4と9が出てきて、それでね斉藤ひとりさんにねこう言ったそうです。なんかね、僕たちはね何もね悪いことしてないのになぜ嫌われてるんですかみたいでしょうかね、みたいな、そんなねことをね質問してきたそうです。それでね、形が悪いんでしょうかって言ってね、だったらこんな形はどうでしょうか、あんな形はどうでしょうかなんてね、4と9がね一生懸命形をね、どんな風にかちょっとねイメージが想像つかないんですけど、形を変えてね見たりしたんだそうなんですが、斉藤ひとりさんはね、形とかねそういった問題じゃなくて、4っていうのは死を連想して、9は苦労を連想するからなんじゃないみたいな、そんなことをね言ったそうです。そしたらね、4とね9はね、もしね自分たちを4と9を好きになってくれれば、人生をねよくしますみたいな、そんなことをね斉藤ひとりさんに言って、それでね喜びながらね帰っていったみたいな、そんなね夢を見たそうです。それからね4とね9をね大切にしようっていう風にねなって、それで実際にね4と9を大切にしたら、本当にねいいこと、良いね人生が良くなったみたいな、そんなねことをね話しているそうで、それでね4と9がねすごく好きに大切にねしているっていうことで、マルカンのねこう社員の方とか、こうお店のね方たちにみんなにね4さんと9さんを大切にしようねなんて、そんなようなね話をねして、それでなんかね斉藤ひとりさんとこうドライブとか行ったりすると、斉藤ひとりさんはねそういった車のナンバーでね4と9が入ってる車とか見つけると、49だとかね、94もねOK みたいな、そんな感じでねそんなゲームをしたりとかなんかねしてるそうなんで、僕はねすごくね4と9意外だなーなんて、そんな風にね思いました。やっぱね日本は4と9って敬遠してて、病院なんかで、ね、病室の番号とかね、そんなのもね4と9外してたりとか、ホテルも外してたりねしますよね。それで自分はね4階に住んでるんですが、ちょっとね自分配達の仕事してた時、ちょっとね古ぼけたねちょっとエレベーター付きのマンションがあったんですけど、そこね乗ってたらちょっとね4階で急にね止まったんですよね。それであれなんか押してないのになんで止まるんだろうなんて言ってね、それでこんな外ねこんなキョロキョロなんてして見たらですけど誰もいない。それでねその上の階だ、もっと上の階だったんで、上まで行ってね配達終わって帰ってきた時にね、4階通り過ぎる時に4階のところにねもうなんかね黒い人影が多分誰かがいたと思うんですけど、自分のね目の錯覚でなんかねだもんでね、その4階がねすごくねこう怖いみたいな、そんなねこともねあったりとか、やっぱね4とかね9っていうのは推しとかね、やっぱ苦労をね連想するっていう番号だったんですけど、斉藤ひとりさんはねその 4さんと9さんをね大切にしてるっていうことなんで、自分もねそういったのを改めて、数字っていうのはね単なる
続いた番号ですよね。だから4がどうとかね、9がどうっていうのはねないと思うんですけど、ただまあ358とかね、ゾロ目とかね、エンジェルナンバーとか、まあ、数字はねいろいろなこう意味は持つには持つんですけど、だからといってね4と9がまあ日本語のね 死とかね苦労を連想するから嫌いっていうのはまたねやっぱ違うなーなんて、そんなこともね思いましたので、ちょっとね 4-3 と 9-3 これからね大切にしていこうかなーなんて、そんな風にね思いました。はい、ではね今日はね斉藤ひとりさんがなんとね4と9を大切にしてるっていう、そんな話をねまあ知りましたので、自分もねこの話をしてみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。タケちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。